はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はね、極めつけにやばい情報ですね。堀江貴文さん自身が出しているものなんですけども、これ今ご覧いただいている画面、どうですかね。これは AI ですっていうふうに注意書きが書いてあるでしょう。これ、リンクの方を動画概要欄につけときますけども、堀江貴文さんが GPT の 4O っていうね、0に見えますけど、O っていうね、小文字の O が書いてます。これが登場したのがむちゃくちゃすごいよっていうふうに喋ってるんですよ。で、その喋りの後半に、この今ご覧いただいている画像、これ実はね、動画の一部なんですよ。この動画をつけてあるんですけども、堀江さんがまるでね、自分でこの和室で喋ってるかのようなこの映像、これ AI で作られてるんですよ。ね、こういうのが、これは AI ですっていうふうな注意書きなしに出てきたら、もうね、本人が喋ってるとしか思いません。そんな時代が来ちゃったってことなんですよ。しかもこれ無料で使えるんですよ。私も使えますし、あなたも使えるんですよ。もちろん有料版もあります。だからぜひね、これすぐに試してみろって堀江さん言われてましたけども、すぐ試した方がいいですね。で、そもそも数週間前だったかな、 Facebook とかに、 Instagram とかに有名人を装ったね、詐欺広告が出て、そこから詐欺被害がだいぶ出てるよっていうことを、この詐欺広告に使われてるインフルエンサーさんがね、池上彰さんとか堀江さんとかがまさにね、メタに訴えかけていて、それが片付きそうだなっていうところで、これですよ。今度ね、YouTube チャンネルで特定の有名人とか芸能人のチャンネルが開設されても、それが AI で作られたものなのか、本人がちゃんと喋ってるものなのか分かりません。だからこれからは、誰が言ってるのかじゃなくて、何を言ってるかによっぽど気をつけていかないと、簡単にね、あ、有名人が言ってるから、テレビが言ってるから、あの人が言ってるからってことで、詐欺に巻き込まれてしまう可能性が高いってことなんですよ。いや、これはね、本当に、やばいんで、もう今までの人知を超えた時代がやってきてます。やばい、本当に。何とも言えないです、これは。もう私も用心していかないといけないんですけども、この GPT-4o のね、チャット GPT ですか、こういった AI の機能を使いこなすっていうのはもうすでに、私たち、ロスジェネ世代を含めてね、すべての、日本に住んでいる、ね、先進国に住んでいる人たちが身につける最低限のスキルになってきてると思います。まあ、ぜひね、すぐにこの現実を目の当たりにするためにも、動画概要欄から堀江さんの動画見てください。堀江貴文さんの最新の動画です。もうつい数時間前に出されたばっかり。絶対見てくださいね。それじゃあ。